はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。サカポンです。はい、本日から始まりました。イエーイ。はい、配信が開始しました。アイドルマスター新作アイドルマスターシャイニーカラーズ、こちらの方のね実況の方、今日から私撮らせていただきます。はい。でね、まだね、実はね、事前ガチャでね手に入れた子のねシリアルコードまだ来てないからね、プロデュースできる子がねまだまだ少ないです。で、一応チュートリアルも終えて何回かプロデュースしたんだけどね、うまくいきませんね。これね、多分ねアイマス2でもそうだったんだけど、何回もね失敗してで ねプロデュース続けることでで成功していくんだなだろうなと思います。4週目まで。でね、で今回は何撮るかっつったらね、記念すべき第1回目です。もうね、一応ね、最初の出会いのチュートリアルの時のガシャ回しちゃったんでね。でね、フェザージュエルがね、11,200、今んとこね、頑張ってね、初回のやつと合わせて、ここまで集めました。今日、初日で。でね、これをね、早速ガシャの方回していこうと思うんだけど、で、まだね、このね、ガシャの方ね、どれぐらいね、どんなもんかちょっとわからないんでね。どうなんでしょうね。お、SSR か。ああ。こんなんあるんだ。一応、ガシャっていう、ガシャはこの3種類あるみたいですね。プラチナ。リリース記念の SSR 確定ガシャ。チケットガシャね。で、今回ね、このフェザージュエルを早速ね、10連本だけね、今回ちょっと撮らせていただこうかなと思ってます、ガシャ。まだまだね、始まったばかりなんでね、どんな感じにプロデュースしていけばいいのかって、まだまだわかんないけど。あ、そんなわけで、で、サクッとジュエルのガシャ、10連分、ちょっとだけ、10連分だけね、まだまだね、ジュエル、フェザージュエルも貯めときたいんでね、まあ初回ってことで10連で止めときます。ではどういう結果になるでしょうかね。さあ1人目、おカンナですね。サポートアイドルみたいですね。この S がついてるのはサポートアイドルのようです。お、サポートチョコちゃん、チョコちゃんですね。チョコアイドル続いて、またサポートアイドル、リンゼちゃんね。この子ミステリアスですよね、私の印象としては。普通のアイドルのレア、チョコちゃんですね。続きまして、あ、サポートとの S レアにな、S レアになるんですかね、ひよりちゃん。ゆかっていうのかな、全然アイドルの名前まだうろ覚えなんですよね。サクヤちゃん、あ、サクヤちゃん来ましたね、サポートのニューです。さあどうなん、あ、めぐるちゃんね。めぐるちゃん、かわいいですね。私めぐるちゃん一番好きですね、今んとこ。ジュリ、サポートアイドルとして、あ、またチョコちゃん来ました。以上です。一覧見るの忘れちゃった。ってなわけで、今回は以上となります。まだまだね、ね、このゲームね、始まったばっかりなんでね、今後どういう展開になるかっていうのがね、ちょっとわかんないですわ。まだね、それでね、どういう実況撮るかっていうのも、今んとこね、このゲーム、シャイニー、カラーズシャイニーマスに関してはまだまだちょっとね、今のところはガシャ中心に撮っていこうかなと思ってます、シャイニーマスの実況は。でもまあ気が向いたらね、ゲームの内容とかもね、だんだんね
時給を取っていければな、ばな、ばいいかなっていうふうには思ってます。うん、てなわけで、本日の動画は以上となります。もしよろしければね、私のチャンネル登録の方お願いいたします。また私のね、動画、過去の動画、見たことないよっていう方はね、私のチャンネルページ、動画リスト一覧から私の過去の動画見れるので、もしよろしければそちらの方も、もうご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。